こんにちは。今日も始まりました、ゴーゴーご機嫌ラジオです。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。スポーツリンパインストラクターの比嘉豪先生です。はい、はい、本日担当のゴーです。よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、毎度お久しぶりです。はい、お元気でしたか。そうですね、ゴールデンウィークちょうど明けてのあれなんですけど、はい、まあ、ゴールデンウィークはちょっとあのおばの方にも、あ、はい、あの三重県の方におばがいるんですけど、親戚、はい、親戚が会いに行って、まあのんびり、特にどこ観光行ったわけではないんですけど、初めて自分のちょっと子供も連れて行って、ちょっと大変だったんですけど、やっぱりまだ小さいですよね。そうです。1歳、1歳半ですね。あ、行けるかなと思ったけど、やっぱ耳痛いしてましたね。あそうそうそう、はい、まあ行って、まあいろいろでもすぐなんだろう打ち解けて、いろんな話もできて、コロナ禍で全然空いてなかったので、毎年空いて、1回は空いてたんですけど、 2年ぶりぐらいかな、あったのが、はい、そう行けたので、なんか、あ、やっぱこういう時間いいなって思った、このゴールデンウィークでした。 あちらは気候も良かったんじゃないですか。そうですね、もうずっといい天気で暑いぐらいでした、うん、逆に沖縄が天気悪くて寒いぐらいで、はい、うん、もう半袖短パンでしたね、三重の方では。はいはいはい、良かったですね。はい、また今度はゆっくりね、あの嫁さんが初めてだったんで、はい、今度は、ま、なんか気に入ったみたいで。あ、初めて行ったんですか。そうです、嫁さんが行ったみたいなんで、今度は、ね、伊勢神宮とかいろいろ回りたいなとは言ってました。レンタカー借りて。ああ、そうなんですね。はいはいはい、私修学旅行、うん、三重でした。あ、そうなんですか。あの小学校の、電車で行きました。あ、電車、あ、電車っていいですね。へ、うん、いいな。修学旅行は九州でしたね。沖縄、沖縄大体そうですかね。うんうんうん、っていう感じの。じゃあリフレッシュされたんですね。はい、リフレッシュもしましたね、うん。はい。という感じの、なんか休日でしたね。はい。よかったです。はい、ありがとうございます。ちょっと久しぶりですけれども、はい、今週はどんなテーマでしょうか。そうですね、今週はまず、最初に、健康アドバイスコーナーで、はい、あの、肩こり解消の椅子に座った状態できる、やっぱ肩こりって言ったら首周りからずっと来たりするので、ずっと動かさないところから、でも座ってもあの合間にできる、そういう肩こり解消法っていうのを、はい、まあ、できる限りこの音声でも伝わるように、はいはい、っていう感じで、お伝えしたいと思います。はい、肩こりの人多そうですね。そうですね、うん、はい、でやっぱリモートワークとかデスクワークとかで在宅でやってる方とか、うん、ほとんどがそうだと思うので、はい、やってみたいと思います。はい、はい、そして後半は、はい、後半はですね、魔法のザ本、ちょっと本、好きな本があって、そこからのちょっと抜粋なんですけど、うん、魔法のザクロの話っていって、へ、そうそう、子供にも、まあ、聞かせたいみたいな、こうなんだろう、こう犠牲なくして成功はないみたいな、多少の痛みを払わないと自分にも返ってこないよっていう、そういう、でそこでまたこそ勘違いしないように、なんだ、騙されないように、ただただ自分が犠牲になり続けるのは良くないよっていうのも伝えつつ、どういう意味かな、なのかっていうのをこう物語を通してちょお伝えできたらいいかなっていうのは、はい、思います。いいですね。この早速ね、ツイキャス来てるんですけどね、はい、この番組ツイキャスとかメールも応募、ね、募集してますよ、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。そしてツイキャスもね、ありがとうございます。ありがとうございます。 FM ギノワンのホームページから見れます。たけさん、こんにちは。はい、こんにちは。今愛知県に住んでます。おお、伊勢はよく行きますよって言ってます。あ、そうなんですか。ぜひ行きたいです。僕ちっちゃい時にしか行ってないんで記憶がないんですよ。もう幼少期にしか。じゃあ、はい、ちっちゃい時から おじさんおばさん、あ、もう住んでましたね、三重に。でよく、あの、ザリガニ取りに遊んでます。ザリガニ三重にすぐ、そうそう、あの実家、そのおばの実家の向かいがすぐ田んぼなんですよ。ザリガニがもう昔大量にいて、もう自分が子供の時嬉しくて、はいはい、もう三重行くイコールザリガニだって。行けない年は送ってもらうさ、この発泡スチロールに、でも沖縄っていないんですか。あの時自分いなかったと思います。いたかな。そんなわざわざザリガニみたいな、そうそう、どこにでもいるのを取りに三重まで。あ、もう子供だったからもう大量に取れましたからね。はいはい、カンパチさん、はい、高校の修学旅行はお腹が痛くて行けなかった。ああ、残念。かわいそう。かわいそう。竹さんは三重の四日市市に住んでて、はい、ちなみにあのおばあのとこは津市なんですけど、はい、三重県広いですよね、結構ね。そうですね、そうそう、私修学旅行で鳥羽行きました。鳥羽ってどこですか。
海辺、海、海側、はい、鳥羽水族館行ったり、なんか地引き網したりしました。地引き網体験とかしたんですか。そうそう、いいな。あ、今日ザリガニの日らしいですよ、カンパさん。あ、そうですか。あ、だから、あ、だからザリガニの歌を、この話題は。なるほど。こんな感じでお気軽にメッセージお待ちしております。待ってます。それではゴーゴーご機嫌ラジオ、この番組は共に学び、共に成長、そして共に実践、あなたの思いが喜びに変わるリンパ専門スクールエヌズ、病気にならない生き方の提案、リンパ健康管理士育成事業のウェルネスリンパ免疫健康管理協会、生きる希望を育む元気スイッチをオンにします、野原元気クリニックの提供でお送りします。たけしさん、鳥羽もいいですね。真珠、そう、真珠なんか覚えてる。真珠って鳥羽なんですね。はいはいはい。あ、真珠のあれもなんか見たんです。やる作業とかも再現するんですか。わ、なんかお土産でなんか小さい真珠みたいなもの。川とかドブとかがあんまりない気が。川はあんまないですね。ね、川とかドブとかがあればいるはずですよね。そうですね。田んぼとかね。田んぼ、昔はいっぱいあったと思うんですけど、ないか、あっても汚い川しかない。あ、でもザリガニ汚い川にいます。あ、そうなんですね。雑菌だらけだったのかな。そう。まあ、そう。始まります。はい、今日も無事始まりました。はい、ゴーゴーご機嫌ラジオですね。いつもちょっと始まる前は何回やっても僕は緊張するんですけど、やっぱこう電波を伝ってね、僕の声が皆さんに伝わるのでと、はい、いう感じで今日はスムーズに、はい、はい、行きましたね。まました、ありがとうございます。はい、でですね、あ、ちょっとあの嬉しいことがあったんですけど、はい、野球の話なんですけど、僕、はい、野球やってたんですけど、で、高校の時、沖縄尚学というところでやってたんですけど、で、昨日の試合で、東浜投手が、なんとノーヒットノーランを達成したんです。はいはい。っていうことで、なんかもう、嬉しいです。っていうことで。まあ、一応、二つ上の僕先輩なんですけど。はい。嬉しいですね。嬉しいですね。めっちゃすご、まあ、高校の時から本当になんかすごかったですね。あ、はい。へぇ、遅かったんですけど。僕はもうこうやって隅にいるような幽霊部員だったんですけど、ああ、高校の時は。間近ですごい人のプレーを。見て、うん、すごいやっぱレベル高い人たちが集まるところだったんで、うん、で、そうやって活躍してる、はい、そういう、母校の選手がいるので、なんか一応誇らしく思いますね。このノーヒットノーランってそうそうないことなんですか。あ、もうめ、そうそうです。そうそう、快挙ですよ。あ、そうなんですね。そうそう。あ、野球ってちなみにどのぐらいわかります。なんか、学校、高校で習って、体育でやったぐらいの。あ、なるほど。じゃノーヒットノーランっていうワードもあんまピンときてないんですよ、ゆきさん。あ、その、はい、1回でかと思ったんですけど、これ通してって意味ですか。はい、あ、もうこの1試合があるじゃないですか。はい、で、ノーヒットノーランっていうのは、ヒットと点が入らないってことですね。打たれない。一回も打たれてない。で、塁に出るの、ファーボールっていうのはいいんですよ。
エラーとか、うんうん、ヒットと点が入らないのが、で最後の最後まで投げ切る。あ、じゃあもう1回から9回まで全部か。全員そう、すごそう、それは。それでその上が完全試合って言って、もう絶対ランナー出さないって一切。だから9イニングあるんで、で1イニング3人で締めるんですよ。だから3クリーン中27人で終わらすっていう。はあ、そんなこともたまにはあるんですか。でも最近ありました、あのロッテの佐々木朗夢選手っていう。それでも見てたらあんま面白くないですよね。なんかあ、展開が、うん、そうそう、僕的にもやっぱ野球は展開、こう、もう乱打戦が一番見てるから面白いんですけど、ね、けどすごいことですよね。本当にすごいです。多分生で見てたらおーってなるんですけど、こう あと1球になって、みんなこうドキドキするじゃないですか。そう見てる方は。そうですね。そうそう、もうここまで来たら最後までみたいな。でも至って本人は冷静だったりとかするので、ちょっと怪物だなって感じがありますね。というちょっと嬉しいニュースでした。自慢の先輩ですね。そうですね。そうそうそう。っていう話題です。はい。ではですね、次、コーナー行きましょうか。次のコーナー。はい。ジングルお願いします。はい。はい、始まりました。ワンポイント健康アドバイスコーナーです。はい、お願いします。はい、本日はですね、肩こり解消、椅子に座ったままできる、ストレッチ方法っていうのを、解説していきたいと思います。はい。郷先生、肩こりあるんですか？多分あると思います。そうそう。たまにこう、触ってもらうときとか、整体師さんとかに。はいはいはい、凝ってますね、とは言われます、ね。まあ、事務作業も多いんで、うん、はい。私もそうです。なんか、全然自覚ないんですけど、触ってもらったら、めっちゃ凝ってますねって言われます。そうなんですよ。だから意外と、なんかもう、それが慣れちゃってると思うので、体が。うん、うん。だから、慣れちゃうとまた良くないので、こう、慣れる前に痛みを、疲れを感じているときに、やっぱ取れるように、だから合間合間にできるようにっていうので考えて、今日、解説、お伝えできたらいいかなと思ってやっていきます。はい。ですね、今、椅子に座っている方は、ちょっと浅く腰掛けてもらって、はい、で、まあ、肩こりってこう首周りから首いっぱい神経通ってるので、うん、こう神経が過敏になって、そうそう、来て、肩に普段とか来たりするので、肩に直接影響あるのではなくて、どっかからやっぱ、来てる信号が、肩に来るって形なので、はい、で、それが首だったりするんですよ。で、首です。で、今日は基本的に首周りからやっていきます。で、まず、首元に手をこう添えていきます、はい、両手をそう、両手を首元に置いて、なんかロック、ちょっと優しくロックする感じ、うん、鎖骨の真ん中あたり、そうですね、鎖骨の真ん中あたりで、姿勢は上に向けて顎を上に上げていきます。そしたらここの首の前の方がちょっと伸びを感じてると思います、はい、ここですね、後傾筋って言います、はい、でぐーっと伸ばしていけるとこまで行きましょう。無理はせずに。ああ、無理はせずに。そうですね、うん、無理はせずに、呼吸は止めずに、で戻します。で添えてる手をちょっと、4-5 センチ右の方にずらしていただいて、はい、で視線はちょっと斜め、左かに持っていきます。ちょっと違う方向に、ここの首の胸鎖乳突筋っていうところあるんですけど、そこら辺を伸ばしていきます。ちょっと斜め上見ます。右の方にずらして、顔も右の方、あ、顔は顔、逆、左の方、左上の方ですね。伸びる感じがします。右側面の、そうそう、ね、首の側面が伸びる感じがします。で、ね、で上、斜め上ですね。はい、戻します。今度逆いきます。添えてる手を左の方にずらしますね、はい、で視線を、右上に持っていきます、はい、でここ左の首の側面あたり伸びを感じます、はい、で戻していきましょう、はい、で一旦ちょっと楽にしますで次ですね、左の腕を後ろに回します。
背中の方に。背中の後ろに回して、はい、右手で、肘もしくは腕を掴みますね。で、そしたら、首を、こうか。右を掴んだら、反対方向に倒します。反対って右？あ、そうですね。右の方に倒します。そしたら側面伸び感じます。そうそう。はい。で、ちょっと斜め向いたら、ちょっとまだ違うところが伸びます、はい。ちょっと感じにくいと思うんですけど、伸ばされているので大丈夫です。はい。で、戻していきます。で、次反対ですね。反対、今右やったの、左か、左の手を後ろに回して、右手で腕もしくは肘を掴みます。で、右側にぐっと倒れます。左じゃないですか。あ、左か、すみません。左側に倒れます。で、斜め上見ます。そうそう、はい。伸び感じてください。首の横の方が伸びる感じがします。そうですね。首の横を伸び感じてます。はい、で、戻ります。で、一回腕ほどきましょう。で、一回今伸ばしたじゃないですか。伸びたもの、はい、一回縮ますことも大事なんで、縮んで伸ばしてやっていくと緩むので、一回肩を、上の方にすくめます。上に力入れて。で、ストンって落とします。うん、もう一回、すくめて、ストン、落とす。うん、okay、あと一回いきましょうか。すくめて、落とす。で、今度、手を肩に添えて、肘を曲げて肩に添える感じですね。で、円を、肘で円を描くように前回し。1、2、3、4、5、反対回し、後ろ回しですね。円を描くように、1、2、3、4、 OK です。楽にしましょう。だんだんほぐれてきてると思いますと、はい、肩甲骨周りもこう刺激するといいので、 で今度は、体の前で腕を組みます。ボールを抱え込むようなイメージですね、うん、腕伸ばして、そうそう、抱え込む、一番遠くで、遠くで、で、視線をどのおへそに持っていって、背中を丸めます。あ、猫背に、猫背にするイメージですね。猫背にするイメージで戻ります。この時目線はどこに目線はおへそに徐々に持っていきましょう。で、目線戻しながら元に戻ります。はい。で、今度後ろで手を組みましょう。はい。で、今度は胸を張って組んでる手は後ろに、斜め下後ろに伸ばしていくイメージ。で、目線は普通に前で大丈夫です。胸の前を、伸ばしてるイメージですね。付け根、あと肩の、そうそうそう。で、腰反りすぎないように気をつけてください。はい、戻ります、うん、これを、まあ、あと、2、3回やってもらって、うん、で、最後、右手を真横に伸ばして、はい。で、これも円を描くようにできる範囲で回します。前回し、そうそう、しっかりこう、そうです、ね、横に伸ばして、伸ばしたまま回してない、左手をけん、あの、鎖骨、右の鎖骨に当てると、こう鎖骨が動いてるのがあります、うん、肩関節って、ここも鎖骨も動いてるので、はい、それを、はい、そう、触ってここも動いてますよっていうのを意識してください、うん、で、はい、後ろ回し、反対、もう手がだるいですそうそうそれだけ動かしてないってことですね。そうですね、はい、で、はい、戻します。はい、反対もやって、これ最後ですね。もう、はい、手がもう横にやっただけでだるいです。遠隔用に回します。手の力がなさすぎて。はい、後ろ。あ、これきつい、後ろ回し、遠隔きついんですか？きついです。普通は多分きつくないと思います。はい、OK です。っていうのが一応、ね、なんかストレッチだけど、体もね、ポカポカ今してると思います。肩周り、はい、そうそう。で、これほぐれてるので、こういうの合間にやっていったら、そう、今目、肩を集中的にやったんですけど、人によってこう目もすっきりしてる方も多いと思うので、うん、はいはいはい、やっぱ神経、首の、目の視神経も通ったりしてるので、そこも刺激されて、そうそう、目の疲れも同時に。はいはい。はいはい、首のこう傾けたりするのってすごい、もうちょっとわずかな角度じゃないですか。そんなに別に極端な感じでもなく。はい、そうです、そうです。だから、さりげない、これぐらいでいいんだって思いました。あ、そうです、さりげない、伸びてるなって感じぐらいです、うん、それ以上無理やりやらなくてもいいので、そうそう、無理やりはやるとまた痛めたりしちゃうので、やっぱ繊細なところなんで神経もいっぱい通って、はいはい、ちょっと、あ、伸びてるなぐらいで、
関節の構造もそもそもそんな動く構造にはなってないので、はいはい、首はそうそう、だからいけるとこまで、へえ、いけるとこまでってね、別にカクンってすぐ全部いくんだけどそうそうそう、まあまあ無理しないで、そうですね、伸ばす感じで、もう本当にこの重力にの重みを普通に感じるようなイメージで、はいはい、そうそう、デスクの合間にちょっとあーって行き詰まった時に離れて、はい、あ、そういえばこれあったなっていうのを、まあ一応何種目かあってちょっとあの覚えるの難しかったと思うんですけど、そのうちの1種目でもね、うん、やってもらえたら全然変わると思うんで、すごい、これぐらいだったら別にあのみんながいるところでもそんなに目立たないっていうか、あ、そうですね、あんま気ぃつかないし、うん、あの人ちょっと体操してるぐらいなんだなーで、ちょっとストレッチしてるなーぐらい、うん、そう、ストレッチ、首の周りちょっとやってるぐらいなんだなーっていう感覚なので、別に人目も気にしないでできると思うので、はい、ぜひこの今動画見られてる方とかやってみてくださいね、アーカイブとか残ってますよね、はい、を見てやられるととてもリフレッシュになると思います、はい、はい、っていうのが今回の、肩こり解消法の健康アドバイスコーナーでした、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではですね、一旦音楽いきましょうか、はい、緑黄色社会のメラでお願いします、だからもう手ただこうやるだけでもだるいんです、ああ、なんかこうやって持ってるからあれなのかな、使ってるから、そんなまた違う筋肉なんですか、とにかく手使わずに生きてるんで、あ、そうなんですか手使わずに生きてるもう脚力だけでちょっとは筋トレしてこれができるようになった、前はもうこれほんとプルプルして、え、うん、たまに三振とか持ってこなしてもいいですか三振暇なんですね、そうね、これだけこの何も持たなくてもプルプルするから三振持ったらもっとプルプルあ、ですペットボトルとかでやるもう目開けられなくなるぐらい疲れる時あるんですよ、うん、そんな時にあのホットタオルをここに開けたりします、後ろ目が開いたりします、そう、だからここその神経が後ろに通ってるんで、こっちを温めたりした方がいいみたいです、あ、目の神経、あ、はい、ここに寝て、うん、やっぱり疲れてるんですね、目の神経、疲れてるんです、あと1個ありますね、はい、あります、いつ行きますか、ただ CM は CM そのまま行きます、合間に入れましょうかね、はい、
差し持っていいですか。あ、はい、じゃあマイクあげます。はい、はい、時間も半分ちょうど経ってきましたね。はい、はい、先ほどのね、今音楽聴いてる間にもできるので肩こり解消法、ぜひ聴いてる方もやられてみてください。はい、はい、はい、ではですね、次のコーナー行きましょうか。はい、次はですね、子供にも聞かせてあげたい、魔法のザクロのお話っていうことなんですけど、これはですね、童話ですか。童話ですね、うん、ユダヤ人が、まあ、書いたような、それを和訳されたの本をちょっと読んで、あ、これいいなと思ってちょっと持ってきたんですけど、はい、タルムード金言集っていう本なんですけど、でまず簡単に説明すると、この全国の人口の 0.25% かなに過ぎないユダヤ人なんですけど、こういうノーベル賞受賞者の 20% はユダヤ人系を、ユダヤ人とかそういうユダヤ系を含むって言われてるみたいなんですよ。で実際にこういう長者番付でも上位陣に常にユダヤ人がいるんですね。こうされてる中で、で頭脳がユダヤ人は優秀でお金持ち成功者が多いっていう、そんな人たちの、まあ、成功の土台になっているのが、はい、今回説明するタルムードっていう書物の話なんですけど、で、この書物の中にある小話を題材にして、まあ、参考になると思うので、ちょっと今日小話を紹介したいなと。小話集みたいな感じですか。そうですね、はい、へで、そうですね、まあ、最初にちょっと注意点があるんですけど、厳密にはヘブライ語で書かれたのがタブルムードみたいなんですよ、うん、で、はい、今回言うのは、和訳されたのがあるので、はい、なんか多言語、語訳の可能性があるので、まあ、ちゃんと勉強したいとかっていう人はユダヤ人、あ、なんだろうな、専門書とか、うん、そのユダヤ教の専門家の人から、聞いた方がいいと思います、うん、はい、ではちょっとお話ししていきますね。はい、はい、で、あるところにまず仲良しの3人の兄弟が、はい、住んでいました、うん、で3人は、成人を迎えた時にこう誓ったそうです。これから10年それぞれ各地で修行をしていこうって。で、はい、10年間の間に自分が見つけた一番不思議なものを持って帰ってきて店屋一個しようよってしたそうです、はい、で一番上の兄は東に行きました。そしてある旅人から世界の隅々まで見える不思議なガラスのコップを買いました。で2番目の兄貴は西に行って、そしてある友達、ある町で、絨毯売りに出会い、鳥よりも高く、そして早く飛べる魔法の絨毯を買いました。で、一番下の弟は南に行きました、とある森の中を進んでいくと、一本の不思議なザクロの木を見つけました、うん、その木は、花はたくさんついているのに、実に姿を変えました。一番下の弟はザクロの木こそが世界で一番不思議なものだと思い持ち帰ろうとしました。しかし、そう考えた瞬間にザクロの木はそのものが消えてしまいました。なんか意味ありぎですね。そう。うん、で弟は手元に残ったザクロの実を持ち帰ることにしました、うんうん、で10年後再会を果たした3人の兄弟は、不思議なものを見せ合いっこしました、うん、で一番上の兄が持ち帰った世界の隅々まで見渡せるガラスのコップを覗くと、ある国のお姫様が10秒でベッドに寝ている姿が映りました、うん、でベッドの傍らで王様が誰か助けてくれと嘆いています。これを見た3兄弟は2番目の兄が持ち帰った、絨毯で魔法の絨毯で お姫様のところまで飛んでいきました、うん、そして到着するや否や一番下の弟が、ザクロ、不思議のザクロの実を半分に割って、うん、お姫様に差し出して食べさせてあげました。え、それ大丈夫。そうなんです。ここからが以上話がつながってくる。ドキドキしますね。でお姫様の容態は歩くこともできなかった状態から回復して、で王様は感激して3人の兄弟にこう言ったそうです。お前たち3人のおかげで姫が10秒から回復した、うん、で誰が姫と結婚してもいい、3人で話し合って決めなさい、うん、すると姫が私に質問させてくださいと割って入ったそうです、はい、
そしてちょっとここで話ちょっと切るんですけど、はい、続くんですけど、お姫様がどんな質問をして3人の兄弟の誰と結婚すると思います、まずこのお姫様がちょっと、質問はなんか、なんでそんなここに自分がいて苦しんでんの分かってなんでこれやろうと思ったのって聞くかな。あ、なるほど違うから、まあそれはまあ、なんかめっちゃ遠くから来たんですよね。そうです、飛んできたんですよね。そうです、なんで来たのって聞くと聞くと思います。あ、なるほどなるほど、まあまあ、それは置いといて、あ、はい、で誰と結婚するかを決めるのを助けて、3人は一応私の作ってくれたんですよ、ね、なんかそのザクロを渡した人だと思います。なんか、はい、その場で目に見えて物をあげてるじゃないですか、うん、その過程はそこ来る過程はどの2人が役立ってるんだけど、はい、目の前ではザクロが役立ってるじゃないですか、はいはい、だから、あ、なるほど、いい線はついてますね、という感じですね。じゃあ早くオチを言ってくると、はいはいはい、思ってると思うんですけど、うん、まあこうディズニーアニメにしても日本昔話にしても、なんだ、王子様と結婚したりお姫様と結婚するっていうのはハッピーエンドの典型例じゃないですか、うん、で魔法のザクロも同様で、お姫様と結婚できる3人の兄弟のうちの1人は成功を手に入れた人の象徴になるんですね、うん、例え的に。でつまり魔法のザクロはどんな人が成功を手に入れるかということを伝えるための小話なんですよ。で、3人の兄弟の視点に立ってみたら自分がどんな人になれば成功を手に入れられるのかを考えることになるんですけど、一番上の兄のように問題を発見できる人、うん、で2番目の絨毯の兄のように最速で行動できる人、うん、で一番下の弟のように直接的に問題を解決できる人、うん、もしかしたらこの別の視点もあるかもしれないです。で逆に、うんうんうん、お姫様の視点に立ってみるなら、自分はどんな人に対して成功を与えたいと思うのかという考えからなると思うんです、うんうんうん、で、そろそろ話の続きに行きますね。でお姫様は、はい、一番上の兄に、こう質問したそうです。あなたは世界の隅々が見渡せるガラスのコップで私の10秒を発見してくださいました、うん、その望遠鏡のコップは、今でも元のままですかって言ったら、兄はこう答えました、うん、一番上のはい、全く元のままです、うん、この通り使いますって。で次にお姫様は2番目の兄にもこう質問しました、うん、あなたは魔法の絨毯に乗って私のところにいち早く駆けつけてくれました、その絨毯は今でも空を飛べますか。で2番目の兄はこう答えました、うん、はい、全く元のままです、うん、で傷もなく問題もなく空を飛べます、うん、で最後にお姫様は一番下の、弟にこう質問しました、うん、あなたは私にザクロの実を食べさせて病気を治してくれました、うん、そのザクロの実は今でも持っとるままですか、うん、いえ、お姫様に、半分差し上げました、うん、ので今は半分しか残っていません、うん、そこで、お姫様は高らかに宣言しました、私はこの一番下の弟と結婚します、私は、彼は私のために大切なザクロを半分失ったのですから、うん、これが結末なんです、うん、そう、この小話はノーペインノーゲインって言ってイコール犠牲なくして成功なしっていう大原則を伝える話なんですね。要はもう太陽が東から昇って西に沈むぐらい大原則だから、もうどうになんかこう説明してよって言ってもそうなんだから大原則なんだからって言ってで聞くと、一応自分もそういう経験は一応いろいろ、まあ、大小あるんですけどあったなっていうのを思い返せばあるんですけどね。うん、でノーペインノーゲインっていうのは、うん、失ったものの大きさと成功は比例するという原則なんです。うん、で3つのポイントがあるんですけど、まずポイント1つがこの原則は正しい。でポイント2、捨てるのが絶対に先。ポイント3、信念を持てっていうことなんですけど、うんうんうん、はい、ちょっと CM ここで一旦行って。うん、
ちょっと CM 行くまでちょっと頭の中整理しといてください。はい、では、まあ、一旦 CM お願いします。はい、このノーペインノーゲインは原則なんですね。それはもう原則だよってことをもう小さい時から教えちゃうんですね。みたいですね、うん、なんか徐々に学習するじゃなくて、もうそれはもうそうだからって。紀元前2世紀から。あ、歴史がめちゃくちゃ古いですね。あ、ちゃんとした本物のやつ。今見てるんですか。はいはいはい、なるほど。そうです。だからちゃんとしたの読んだら多分意味が分からないかもしれないです。あ、専門すぎて。そっか。一応じゃあ。翻訳されたのは日本人用の中の方です。多分今見てるのは。本格的なやつです。はい、では先ほどの続きのペインノーゲインの3つのポイント、解説していきます。はい、ポイント1、この原則は正しいっていうことなんですけど、うん、なんかこれはさっきもお伝えしたんですけど、うまく理屈は伝えられないんですが、うん、原則なのでその通りなんです。原則なんですね。太陽は東から昇って西に沈むようと同じレベルで、同じぐらいの、もう節電節理と同じぐらい、もう疑いようもなく絶対そうだよと、どうそうだよと、もう神様に聞いてくれたとっていう感じぐらいのことなんですけど、はい、僕もそうなんですけど、別に、いい大学に入って、なんかいい会社に入って、なんか定年まで安定した暮らしを送るっていう道を、まあ、僕もあんま選んで、ね、ないっていうところが、はい、まあ、そのちょっと痛みを取るっていうところなんですけど、うん、でもそのおかげでこういうラジオっていう、うん、で話すっていう場も経験できているので、うん、で出会いもいろんな人と出会えてるんで、はい、そこを痛みを、まあ、取った面で今の自分があるかなっていう、うん、なんかそう掴むことができてるなってな思ってます、うん、でなんかな、自分の周りにいる人たちもやっぱそういう人たちが多いので、うん、まあ、いろんな、なんだろう、獣の道も通ってきたと思うし、ちょっと心も体も傷ついた、うん、傷つけながらも突き進んできた、なんだ、うん、先輩方とか経営者の方とかもいっぱいいるんで、でもそういう人たちの話聞いたらみんな同じなんですけど、結局なんだろう、もうやり遂げてる方たちなんですね、うんうん、でそういうの見ていったら、なんだろう、あ、この話と通じるなっていうところは、まあ、それをちっちゃい時から教えてしまうんですね。そう、ちっちゃい時でも大体あれじゃないですか、中学校ぐらいからじゃないですかね、ちゃんと教えてくれる、まあ、ちっちゃい時は本当になんかもう読み聞かせぐらいで言ってどう思うとか感じで話してたと思いますね、多分。うーんで、うん、ポイント2、はい、捨てるのが絶対に先っていうのがあるんですけど、うん、なんだろう、もらってから捨てるという順番はやっぱ 100% 成立しないんですね。しません。そうそう。なんだろう、もう、なんだろう、間違っても保証してくれるんだよねって言ったら、
それはもうなんか自分だけとかなるんですか。あ、言われた、言われた側からしてもはってなるじゃないですか。じゃあ僕はどうでもいいのみたいな。そうそう、双方のそう、痛みを取って、うん、あ、じゃあこの野菜あの最初1000円ね、あ、でもこっち予算800円しかないんだよって言って、うーん、じゃあ頑張って900円お願いします、あ、でももうちょいって言って、その行って行って、その間を結局どうですか、双方の痛みを取って何でも交渉とかも、うんうんうん、そうなのでやっぱ成立しないし、もう片方がどんどん犠牲になり続けても絶対安く叩かれても結局自分が最後安く叩かれるって絶対返ってくるから、そうそう、だから 100% なの、もう捨てる 100% 自分が得するっていうのは成立しないんじゃないかっていうことですね。うん、そうそう、うん、自分が 100%、 そうそう、もらいっぱなしもないし、うん、捨てっぱなしもないです。そうですね、捨てっぱなしでもダメですね。うん、だからやっぱりでも人間って誰もみんな安定を求めるじゃないですか、無意識的に。それはもう全然悪いことではないんですけど、うん、安定っていうのはやっぱ現状維持のことで、持っているものを手放さない、うん、っていうことなんですね。現代に例えるとなんだ、肩書きだったり給与、あと人間関係、うん、生活環境、住んでるとこだったり、なんか上等な車だったりで、資産、貯金だったり証券だったりで、ほとんどの人は今持っているものを捨てたら成功できますよって、今より良くなりますよとアドバイスされても絶対信じないじゃないですか。うーん当然なんですけど怖いですもんね。そうそう、で信じることができずに捨てることで成功が保証されているのなら捨てますと答える人が多いんじゃないですか、ね、じゃあ保証してくれるの、そしたらやるよってっていうのがまあなると思うんですけど、僕も多分そう思っちゃうかもしれないですね、やっぱり怖いから。でもなんだろう、魔法のザクロのポイントは、一番下の弟が何の見返りもないのに自分が世界で一番不思議だと思う大切なものをお姫様に、うん、差し出したんですね、うん、で、まあ、そこで原因が見えてきたら捨てる、得るために捨てるという発想ではないじゃないですか、はいはい、こう見返りを求める、何も見返りないのにもう去って、そうやって目の前の人を助けた、はい、トータルで得をすることが分かっているから捨てるというのはペイン つまり犠牲や痛みが伴っているとは言えないんですそう、これは究極ですけど、で世の中で経済的にもうまくいっている人たちはこの一番下の弟のように何を得られるか保証がない状態で自分の信念に基づいて犠牲を払っているんです。でお姫様の、決してお姫様に交渉しようとはしてないんですよね、うんうん、これ助けてあげるから、うんうん、僕と結婚してよみたいなことはやっている、うんうん、とかいう気持ちも全く持たずにそうそう、ただもう、うん、こう苦しんでる人がいるから助けるっていう、はいはい、で、まあ、この話聞くと小話でそんなことを自分はしないよって言う人が実際には多くいるんですけど、実際の人が同じようなことをやってるんですね、うんうん、例えば今に置き換えると、うん、給料上げてくれるならもっと働きますよとか、はいはいはい、自分は何か成果を上げるとかじゃなくて、もうただ上げてくれるからなんか 上からじゃないですかとか、あなたが家庭だと家事を頑張ってくれるならもっと大切に扱いますよとか、あなたのこととか、あと元本を保証してくれるなら投資しますよとか、はいはいはい、頭の中で計算してますよね。そうそうそう、でも実際やっちゃってるんですよ。でガラスのコップでお店を見つけた一番上の兄も、魔法での絨毯で見つけた二番目の兄も、もしお嫁さんのところに行ってしまったらガラスのコップが使えなくなる、絨毯は使えなくなる、それなのに結婚できるかどうかわからないという状況だったらもしかしたらいかなかったかもしれない、うーんっていろいろ考えられますね。そうそう、何も保証がないところで先に捨てるっていう犠牲痛みこそが大きな成功を引き寄せる力になるっていうのがポイント2です。なんで来たのって質問するかなって思ったのは、うん、そのだからなんか下心あって来たのみたいな、そこも知りたいみたいなのちょっとありました。なるほどなるほど、あそれをこあさっそのこの答えの時の質問で、それでも質問のあれで書いてきたのでも分かったんじゃないですかね、お姫さんは。ねえ、だからそれも含まれた問いですよね。うんうんうん、
なるほどなるほど。でポイント3、信念を持てっていうのなんですけど、うん、まず、最後3つ目なんですけど、まあ、信念を持てっていうのは三兄弟 の信念は、まあ、描かれてないんですよね。さっき言ったように、うん、こうするとか、はい、こうすべきっていうのは見えてないんですけど、まあ、信念こそがここで重要なんですけど、うん、例えば僕がお金目当てでこの話をしましたでじゃあなりたい自分になろうとかって言って情報総菜屋だったらこの話を今紹介しつつ、皆さんじゃあノンペイノーゲインで頑張りましょう、で誰しもが犠牲払ってるんで成功を手に入れています、で時間差し出して未然に起きりましょう、で今の環境を捨ててこう覚悟がない人は絶対に成功できませんよって僕が言ってさあもう一歩踏み出しましょう、勇気が重要です、大丈夫です、僕が、きっと導きます、きっと成功させます、怖いかもしれませんが勇気を出してぜひこの僕の講座に100万円申し込んでくださいみたいなことを、はいはい、まあ、言ってくる人もいるんですね、こういうのつけ込んで、はいはいはい、特に大学生とかこう若い人たちに多分言ってくる人とか多いと思うんですけど、年齢も今18から大人じゃないですか、うんうん、だから親の許可なくできるから、うん、多分そう狙ってる悪い大人とかもいると思うので、うんうん、ここはちょっと聞いといた方がいいと思います、うんうんうん、でこんなにもう乗っかってしまったらあもうカモさんだねってなるのでそうそう、なんだろう、こう伝えたいっていうのはやっぱ信念もなくてこの行く人たちは煽られて、人から煽られて叩きつかれてコントロールされてるんですね、実際は自分の意思じゃなくて、なんだろう、まあ少しですけどなんか騙されたという痛みをバネにしてこう掴みに行く人もいるかもしれないんですけど、ほとんどがもう再起不能とかなる人も多いみたいで、そうそう、だからこの確かにノーペインノーゲインっていう原則は大事なこう指針になるんですけど、人生の、うんうん、でも自分の人生について考えた時になんか自分が歩みたかったのはこういう人生じゃない、なんかこのまま人生じゃダメな気がするという思いを持っている人は何か捨てるべきタイミングに来ているって感じですね、そうそう、うん、でですのでその時に重要なのは自分の信念に従って何かを犠牲にすること、うん、誰かに言われて捨てるのは大間違いなんですよね、お前不満だろ、今の仕事に不満だろ、じゃあこれこんなした方がよ、じゃないとお前もう一生変われんよとか言ってやるのはちょっと大間違いだな、はあ、お姫、例えばこのザクロの話で言えばお姫様に言われたから、うん、王様に言われたから、兄弟に言われたからで人に言われたから捨てるじゃダメなんですね、うんうんうん、別に誰にも言われてないですよねこのお話の場合は、そう、そうですね、うん、そうそう、でそれをまあこうなんだこの話だけが切り取られて一人歩きして悪用されることもあるので、そうそう、で自由でありたいなら、ま、な丸々を捨てる、裕福でありたいから自分は何々を捨てる、愛情あふれる人でありたいから何々を捨てるっていう、なんか自分のこうありたいから何々を捨てるっていう覚悟が、うん、必要かと思いますどうありたいかやっぱり個人の信念の問題ですから、自分の信念を持てば痛みに耐え抜くことが多分できるはずなんですね、誰かに言われてやるとどうしても他責になったりとかなるので、うん、そうそう、例えばなんだろう、会社員がもし誠実優しい人間でありたいという信念を持つなら安定給与正社員という、大切なものを捨てる、意味もあるし意味があります、で、うん、いつも疲弊していて家族に優しくできなかったりとか、営業ノルマがきつくてお客様に押し売り焦ってしているとか、生き残るために上の人にこうおべっかをばかり作ってこう気を使ったりとかしているとやっぱり誠実で優しい人間でありたいっていう信念はなんかこう相反するじゃないですか、うん、っていうのがあるのでそこで手放す時に来てるのかなとは思います、まあ、痛みは伴う、うん、そこで、まあ、でもまず信念、自分はどんな信念を持ってるかっていうのはまずそこはあるっていう前提ですけどね、そうですね、うん、多分みんなあると思うんですよ、ただなんかこう世の中のこう不安定な時代も移り変わりも早いので、うん、そこでなんかそこに気を取られてメディアとかテレビも見すぎてなってあるはずなんですけど、こうなんか蓋してしまってるっていうのが多いと思うので、うん、誰しも多分あると思うんで、うん、そこら辺をまあなんかね、こう蓋を開けて掘り出せたら、う
もっとなんか自分のありたいっていうのが見えてくると思います。でそれと違うことを普段してるなってことをもし気づいたら捨てる覚悟が、なんか気持ち悪いな不安感じてるなっていう時が一番サインじゃないですか。それを通り越して見ないふりしたらもうあとは惰性で行ってしまってるのかなっていうのはあります。だからこう不満とか愚痴とか出てる時は逆にチャンスなんじゃないかなって気づけてっていうのも一つ、そうですね、そうそうあるのかなっていう、そうそう、なんかこういう羅針盤的な目線で今日のザ魔法のザクロの話はなんか活かせるのかなって思いますね。そうそう、まあ、まとめてみると、あの世界の隅々まで見渡せるコップを使って姫をお姫様を発見した長男、魔法の絨毯を使って姫のもとに駆けつけた、次男で、魔法のザクロを半分差し出して姫の病気を治した末っ子で、お姫様が選んだのは、魔法のザクロを半分失った犠牲を払った末っ子でした。でこの話はやっぱエジプトの奴隷として扱われていたユダヤ人が全てを投げ打ってエジプトから脱出したという忠実を、元にしたノーペイン・ノーゲインの原則を伝えるための小話です。そうそう、犠牲なくして成功なしは古くから伝わる不滅の真理なんですね。でこの、まあ、原則のポイントは先ほども言ったように3つ。ポイント1はこの原則は正しい。そういう世の中のこういう成し遂げた人たちは例外なく何かを犠牲にしている。でポイント2、捨てるのが絶対に先、もらってから捨てるではなくて、利益が見えてきたから、得が見えてきたから捨てるというのは成立しません。全く保証確信がないところで、捨てないと意味がないのです。でポイント3、信念を持て。先ほど言ったように誰かに捨てさせられるのではなく、自分の意思に信念に基づいて捨てましょうということですね。で今の生活が自分が手に持っているものでできているので、今の生活で大切なもの、例えば10個紙に書いてみてでその自分の信念に基づいて捨てるものを選んでいくのもいいやり方かなとは思います。紙に書くってことですね。そのね、そうそう、兄弟のうちのザクロぐらい大事なもの、自分だったら何かなみたいな、ね、あ、そうです、ありがたいです、でやって、まあ、捨てた後にやっぱこう隙間が空くので、そこに価値あるものを入れようとするはずなんですよ、人間の心理的に。あの空いたところにクローゼット理論っていうみたいなんですけど、なんか棚空いたらなんか入れたくなるじゃないですか、整理した後にとかっていう、まあ、うまい、そういうところも逆手にとって使ったりできるのかなと思いますね。真相心理的にはこういう、ノーペインノーゲインの原則はなんかこういった点にあるように、ね、感じていますね。そうそう、でなんかこれ聞いて、はい、じゃあ痛いことします、犠牲払いますっていう人がいるかもしれないんですけど、痛いだけとか犠牲を払うだけっていうケースももちろんあるんですけど、やっぱなんだ、犠牲がなければ決して成功することはないのに、犠牲を払ったからといって成功するとも限らないんで、そこはなんか誤解しないように、犠牲は最低限の条件にしか過ぎないということなんで、さっき言った信念を持った上で、犠牲を払いながら、空から降ってくるようなものでもないので、そこは自分でも知識ちゃんとつけて行動して、なんだろう、こうちゃんと予防線を張ってやっていったらいいと思います。だからこれあくまでも参考程度に、魔法の桜もやっていった方がいいんじゃないですか。そしてそうですね、こうやって人生をより良くしていけたらいいなと思います。はい、すごいなんか単純な話じゃないですね。そうですね、単純に聞こえて単純ではないっていう、おー、すごい、いろんな方向から見ないと。そうです、へえ。またこれとつながるのも、他にもいろんな小話あるんですけど、そう、じゃあ犠牲払うってどのぐらいの犠牲を払えばいいのかっていうのも、やっぱ何パーセント乗客の話みたいなのがあるんですけど、小話。そうこれもタルムードにですか？ありますね。っていうのがあるので、まあこういう昔話のとか、アリとキリギリスとかでもちょうど似たような感じでもあると思うんですけど、そうそう、なんか結構昔の人ってすごいなって、そこでこれね、そうそうそう、紀元前2世紀ですよね。すごい、何世紀前よって感じですね。自分たちはもう情報知識インフラも整って恵まれてるからね、知恵もなんか
なかなか逆に湧いてこないのかな、ちょっとぐらい不便がいいのかなって今思います。なんかね、賢い気がしてるけど、別に情報が溢れてるだけでね、考えてるかっていうとそうでもないかもしれないですね。そう、得はもうすでにしてるんですよね。そこをなんか感謝した上で、じゃあ自分で考えてどう動いていくかっていうところじゃないですかね、うん、まず今ある現状に、もう、もう他の発展途上国からしたら自分たち恵まれてるじゃないですか。わあ、郷先生もう時間になってしまいました。ああ、ごめんなさい。そうですね、今月も面白かったです。ありがとうございます。スポーツリンパインストラクターの比嘉郷先生でした。はい、ありがとうございます。今日も、あ、違う、ゴーゴーご機嫌ラジオをお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。ザリガニの日楽しんでいきます。なんか前回も思ったんですけど、やっぱ深い、なんかもう一回聞きたくなるような話ですね。そうです。一応これ前も話したんですよ。でやっぱ大事な話だから何回も話した方がいいかな。自分 の、 あのアウトプットに。カンパチさんもありがとうございました。来て、あ、ありがとうございます。最後まで聞いてください。スリンキャスはね、CM 中もずっとオンになってるので、はい。